日々童貞のちょっとやり取りをしてます。サクリッチです。童貞クエスト売れてますね。2420円。高いって何？安いやん。そこの価値観からずれてるのかみたいな、ここから修正しないといけないのか。そこで伝えたのが、君たちの常識を捨ててください。日本っていうのは恋愛弱者国家なんです。なぜなら、はい、どうもこんにちは、つくちです。ちんともです。今回はね、童貞クエストめっちゃ売れてます、そんなテーマでお送りしようかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。日々童貞の人とやり取りをしてます、さくりきです。童貞クエスト売れてますね、無事。童貞クエストの LP めっちゃいいんで知ってる？ LP 見た見た見た。めっちゃ良くない？わかりやすいし楽しそう。いろんな童貞のサポートをしておりましてですね、すごい順調でございます。童貞やばいっす。まずバーに行ってくださいみたいな、2軒目で手頃な価格のお店をお伝えしたんですよ。したら割と値段が張りましたねってきて、1人2杯と突き出しいくらだったでしょう。普通だったら4000円以内じゃない？で高いってきて、2万ぐらいいった？もしかして2420円と。高いって何？安いやん。使ったな。そこの価値観からずれてるのかみたいな、そこから修正しないといけないのかみたいな。なんなら一人分でもちょうどいいよねっていうぐらいの価格じゃん。あ、ちょっとこれは激しすぎるな。自己性に今まで女性と接した中で一番嬉しかったエピソードとかなんですかって聞いてんねんけど、こういう回答が返ってきて、我らは墓場まで持ってってください、そのエピソード女性の前で絶対言わないでくださいって返した。それはダメ。やっぱり童貞クエスト結構いい表現とかをしてるわけですよ。コミュニケーションのテンプレートも全部作ってあげるし、何より結構壁が壊れるらしくて、初めましてから100分で出会ってから付き合うまでのノーカット音声とか配布してる。だからこうやっていけるよ、エラシなしな。100分すごない？正確に100分6秒やったけど、誤差誤差誤差。さらに今作ってるのがほんまに初めまして、名前も知らん状態、フォロワーでもないみたいなところがスタートして、いけるのかみたいな検証するために、ちょっと相手の人には失礼やったけど、最後にごめんねって言った。こういう感じで解説みたいなするよっつって。当日やからね、もちろんノーカットやから、出会う前のところから録音始めるみたいな。もちろんもちろん始めましてやから。そしたらやっぱり論理だけやと伝わりませんみたいなこと言われるから、じゃあやってくるよっつって撮ったわけですよ。信頼度高いな。そしたらちょっと自分が考えてた常識と違いましたって言われて、そのフィードバックを受けてマインドセット編をもう一回取り直して、でそこで伝えたのが、君たちの常識を捨ててくださいって表現をしてるな。常識捨ててくださいとかマインドブロックを外してくださいっていうのはよく言われてることですけど、それがなぜ大事かを論理的に説明しますって言って、日本っていうのは恋愛弱者国家なんです。なぜなら少子高齢化が進んでいるからです。世界的に見たら人口は増えているんです。つまり世界的に見て人口が増えている中で、人口が減っている国というのは結婚率が減っている、そして恋愛ができてないということで、世界的に見た恋愛弱者の国なんですと。つまりスポーツでいうと全国大会に出れない弱小校なんですと。じゃあ日本っていう国において、モテる側ですかモテない側ですか、教師ですか弱者ですかって言った時に、弱者側だから童貞クエストに来てるんですよねってなった時に、じゃあスポーツで続けるなら、弱小校の中であなたは3軍のチームにいるんですよね。その中の常識的な練習量だったら県大会すら上がれなくないですかっていう話をして、もちろんオリンピック行きたいことまで言わないし、全国目指したいと言わないけど、県大会勝ちたいぐらいの目標を掲げてるわけですよね。だけど弱小校の中での3軍の常識でっても絶対無理でしょ、だから常識的な行動じゃ無理だよっていう発信をしたら、おーみたいな感じで童貞が目を輝かしてた。やっぱりね、もったいないと思うよな。言ってもさ、プログラミングとか動画編集学んで年収500万ぐらいになってるわけよ。そいつらがどうしたらいいか分かりませんみたいな、ちょっと厳しいものがあるよね。どう生きてきたらああいう行動になってしまうのかなって思う。ほんまに根本から叩き直さなあかんなって思う。だってたまにやばいやり取りないグループ見てたら、ちょっとも入ってるやん。童貞が入ってるグループは入ってないから。でもそこでピックアップされたやばいやつが運営のとこにどうしようこれみたいな、どう回答するみたいなさ、いやもうセックハックしてるわけですよ。結局金稼げて恋愛できるようになったら自分の欲求を満たされるので、そっからね、他者貢献とかそういうところに早いうちに行ってほしいなって思うよね。そんなとこはちゃっちゃとさ、20年半とかでピッてクリアして、自分の欲求なんかその気でしたらもうピッと満たされるよみたいなさ、時間になったら余裕で他者貢献ができるようになって、だいぶ人生豊かになるんで、それこじらせたまま行くから、4、50代になっても金を稼ぐぞとかモテるぞみたいな感じになっちゃって、痛い大人になっちゃう。20代ぐらいで金を稼ぐなんか簡単やろとか、普通に恋愛なんて簡単やろみたいな GM まで持ってってほしいよね。でしかも今童貞クエストを作って売っていくまでのドキュメンタリーを作ってて、インスタでしてる。ちんとも童貞クエスト、童貞クエストで言うて交流会からアイデアをもらってプロダクトを作っていくっていうのを100話で出すアカウントを作る予定。有益やっていう感じかな。童貞クエストいいよな。あれは天下を取りたい。ポーカーと童貞、あとスキル周り。やることいっぱいや、ちんとも。頑張ろう。ちんとものリソースは大丈夫か？必死にそうやで。せいする、うん。よろしく。今回こんな感じで。こっからの動向を追いたい人は僕の公式 LINE 見といてもらえたらなと思います。概要欄にあります。で、今だけ限定でね、資本主義攻略の裏マニュアルっていうスライド枚数126枚超え、動画数80分後の動画セミナープレゼントしますんで、そちらも合わせてチェックしてみてください。ということで、今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。